ょっと休憩。あ、こんにちは。外のお掃除してたんだ。私たち今日は新年の挨拶も兼ねてサークルに練習しに来たんだ。今は休憩中。冬は暗くなるのが早いよね。ねえねえ、知ってた？冬は空気が澄んでるから星がよく見えるんだよ。あ、一番星見つけた。ほら、あそこ。え、あったでしょ。なんかいいことありそうだな。え、お正月ののど自慢大会見に来てくれたの？じゃあ私とアリサのデュエット見た？すっごく良かったでしょ。ありがとうございます。のど自慢大会のためにカラオケに行ったり蔵で歌ったりいっぱい練習したんだ。ポピパのみんなにお客さんの役をやってもらった時はアリサが恥ずかしがっちゃって。そうそう、蔵で練習していた時にアリサのおばあちゃんも一緒に歌ってくれたんだよ。もちろん大会当日もすっごく楽しかったよ。マシロちゃんたちのステージとっても可愛かったし、ココロンが飛び入り参加したのもびっくりしたよね。のど自慢大会出ればよかったのに。あなたの歌も聞いてみたかったな。そうそう、大会が終わった後ずーっと思ってたことがあるんだ。大会の最後に出場した人たちもお客さんたちもみんなで歌ったらもっと楽しくなったと思わない？でしょでしょ、そう思うよね。うわー、想像するだけでワクワクしてきた。ちょっとポピポのみんなに話してくる。あ、遅くなったけど明けましておめでとうございます。